400m リレーの決勝です。日本記録は2015年日本チームがマークしました3分28秒91。大会記録は2019年埼玉栄高校埼玉がマークしました3分43秒24となっています。それでは決勝を走るチームを連順にご紹介いたします。失礼しました。皆さんぜひ大きな拍手をお願いします。第1レーン大宮東高校埼玉、毛利さん、綿貫さん、ゆえちくさん、吉田さん、どうだ。第2レーン市立船橋高校千葉、田中さん、柴田さん、トニーさん、関根さん。第3レーン昌平高校埼玉、関口亜美さん、小柳さん、関口葵さん、田中さん。第4レーン成田高校千葉、那須さん、山田さん、浅野さん、加藤さんのオーダー。第5レーン国際学院高校埼玉、山本さん、関川さん、長谷川さん、三島さんのオーダー。第6レーン埼玉大学埼玉、玉川さん、木村さん、馬場さん、中林さんのオーダー。第7レーン総大道埼玉、大丸さん、永井さん、山岸さん、橋本さんのオーダー。第8レーン創陽高校神奈川、塩谷さん、新里さん、工藤さん、富田さんのオーダー。以上8チームによりまして女子 1600m リレー決勝です。
リードを広げてアンカーへ。2位争いが激しい。まだまだ分かりません。していくのは成田高校、加藤さん。先頭はこれ、そのまま行きそうです。創業高校、さあ2位争いが激しい。国際学院高校が行きますが、迫ってきた成田、さらに外側から埼玉大学、先頭フィニッシュ3分48秒。さあ2位はどこだ。地元成田、さあ全チーム無事にフィニッシュ。